はい、皆さんこんにちは、高井です。この動画では、HKT48 劇場や、ペイペイドーム、イーズオフ福岡、マークイズ福岡桃地周辺のアクセス方法について解説します。今回は、東神町駅と天神、博多、福岡空港、それぞれの場所から目的地に行くルートを紹介します。HKT48 劇場がある、イーズオフ福岡の公式ホームページに記載はされていますが、写真や動画を用いた説明はされていません。初めて目的地に行く人にとっては、イメージしづらいのではないでしょうか。また、バスや電車など多くのアクセス方法が記載されていますが、最適な移動手段は分かりません。この動画を見ることでそれらの疑問が全て解決します。もちろん HKT48 劇場やペイペイドーム、マークイズ福岡桃地、ゼップ福岡は隣接しているので同じアクセス方法で移動が可能です。それでは東神町駅と天神、博多、福岡空港、それぞれの場所から目的地に行くアクセス方法を一つずつ説明します。それでは、東神町駅からのアクセス方法を紹介します。結論から言えば、チャリチャリを利用して自転車で移動するのが最もおすすめです。バスや徒歩で移動する方法もありますが、所要時間や利用料金など、すべてにおいて自転車移動が優れています。徒歩では15分程度時間がかかりますが、自転車を利用すれば10分もかからず目的地にたどり着くことができます。チャリチャリの駐輪場の場所はこの2箇所です。改札口を出て、左側3番口から地上に出ます。ファミリーマート方面とは逆方面に進み、左に曲がってください。そのすぐ先に、チャリチャリの駐輪場、チャリポートがあります。もし利用できる自転車がなければ、右に曲がり、道なりに進むと、1分もかからない場所にチャリポートがあります。自転車に乗った後は、先ほどの3番出口に戻り、ファミリーマート先の横断歩道を渡ってください。ここで知っておくと得をする裏道を紹介します。横断歩道を渡り、すぐ右に進むルートが最も有名だと思います。Google マップの行き先検索でも同じルートが出てきます。しかしこのルートはペイペイドームでイベントが開催される日は非常に混雑します。自転車はおろか徒歩で移動することもまともにできません。この混雑を避ける裏道があります。ファミリーマート先の横断歩道を渡ってすぐに右に曲がらずに先に進むと大塩眼科医院の看板が見えます。ここで右に曲がってください。先ほどの大通りから一つだけ離れた脇道ですが、驚くほど人がいません。ペイペイドームへの通り抜けはできませんと記載された看板がありますが、問題なく通り抜けできるので安心してください。このルートは Google マップなどで調べても出てこないので知っておくと非常に便利です。チャリポートの位置はこの3箇所です。この場所から徒歩で HKT48 劇場やペイペイドーム、ゼップ福岡、マークイズ福岡桃地にたどり着けます。二つ目は天神からのアクセス方法を紹介します。交通手段は主にバスと電車がありますが、天神からの移動手段はバスがおすすめです。電車での移動は20分程度時間がかかる上、東神町駅から先ほど説明した方法で移動する手間がかかります。しかし、バスは所要時間15分程度で最寄りのバス停に直接行くことができます。また、料金も電車が210円、バスが240円と30円しか変わりません。以上の理由からバスで移動することをおすすめします。利用するバス停は天神北バス停です。地下鉄天神駅西一番出口の近くに天神北バス停はあります。行き先番号は W1 は九州医療センターバス停で下車、301はペイペイドーム前で下車してください。また行き先番号 W1 のバスに乗った時はペイペイドーム前のバス停よりもその一つ先の九州医療センターバス停で降りた方が目的地まで歩く距離が短くなるのでおすすめです。この件に関してはバス内でアナウンスされ注意点はバス停の案内掲示板の行き先に都市高速の記載があるか必ず確認してください。下道では移動時間が約2倍30分程度かかってしまいます。3つ目は博多駅からのアクセス方法を紹介します。交通手段は主にバスと電車がありますが、博多からの移動手段は電車がおすすめです。どちらも移動時間は約30分程度と同じですが、バスは交通渋滞の影響を受け遅延が発生しやすいです。しかも移動距離が長くなるほどその影響は大きくなります。天神からは移動距離が短く遅延することはほぼありませんが、博多からは移動距離が長くかなりの確率で遅延します。また乗り場はバス停よりも地下鉄空
空港線改札口の方が分かりやすいです。以上の理由から電車で東神町駅に向かい、一つ目に説明した方法で行くのが最も無難な選択肢だと思います。それでは今から在来線改札口と新幹線改札口から地下鉄空港線改札口までのルートを説明します。在来線改札口は数多く存在しますが、最も人通りの多い中央改札口から外に出てください。改札を出た後は前方にある地下鉄空港線の中央改札口に通じる階段を下ります。道なりに進むと改札が見えます。その他博多口や筑紫口にも改札がありますが、中央口よりも大きな案内掲示板があるので初めて博多駅に来た人でも分かりやすいと思います。新幹線改札口も在来線改札口同様数多く存在しますが、最も人通りの多い中央改札口から外に出てください。改札を出て目の前に地下鉄に通じる階段があるので、その階段を降りれば筑紫改札口が見えます。最後は福岡空港からのアクセス方法を紹介します。主な交通手段はバスと電車がありますが、電車移動がおすすめです。所要時間と料金どちらもバスより電車が優れています。電車での目的地までの所要時間は約35分、料金は300円です。改札口は説明する必要がないほど分かりやすい場所にあります。一方バスを利用した際の所要時間は35分から65分、料金は440円から1000円です。バス停は空港内を出て1階に複数あります。また先ほども話をしましたが、移動距離が長くなるほど交通渋滞の影響を受けやすく遅延が発生しやすいです。行き先も博多や天神、大濠公園、久留米、太宰府など数多く非常に複雑です。福岡空港を利用した人は県外から来ているので土地勘のない人が多いと思います。無断に最寄り駅の東神町駅まで電車で行ってしまった方が良いと思います。以上の理由から特別な事情がない限り電車で目的地に行くことをお勧めします。一応バスの移動手段もこちらに記載しておきました。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。イエーイ。以上で HKT48 劇場やペイペイドーム、イーゾ福岡、マークイズ福岡桃地周辺へのアクセス方法についての解説は終わりです。これまでの話をまとめると、一つ目は東神町駅からの移動はチャリチャリを利用した自転車移動がおすすめ、二つ目は天神からの移動はバス、博多と福岡空港からの移動は電車がおすすめ、以上の2点です。この動画を参考に移動先のイベントや買い物を楽しんでください。それでは今回の動画はこれで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。